一応歩いた跡ありますよ、これ。歩いた跡が。ああ、見落とすとこやったやんか。これ1号本。1号本の、ほら、石油ザルがね。いやー、これまた細かいねんし、綺麗に積んどんねんけど。積んでくれてはんねんけど。これ初めてかもな、こんな感じのやつは。天井はやっぱ広いのを使ってくれてくれてるけど。大概ね、まあ時期にも読んでやるけど、だんだん大きくなってくるんでね、6世紀とかになってくる、5世紀とか6世紀になると。ああ、綺麗にね、積んでくれてありますわ。はいはい。ね、これがちょっと横にずれたんかな、これ。ずれたわけでもないか。ずれたわけでもないよな。ちょっとイメージ的にはね、これが出っ張っとるんだけどね。大概ね、まっすぐか、中生えて広くなるのがあるんだけど。ああ、上に大きな木が。これ1号本でございますからね。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってや。もうちょっと中入ってみよう。せっかくやから。中に。あ、1メーター70ぐらい。65から70。奥の方もっとあるわ。1メーター80ぐらいありますわ。もう、もっとね、上で高さないか思ったら、かなりありますわ。はいはい。中入ってみて、おね、入ってみないとわからんかな。はいはい、ありがとうございました。入ったらね、中の方はね、高いんですわ。手前はね、1メーターに2、30しかないんだけど。